あいつの問題とか、決死軌道の問題、どうするか、ああするか、いろんなことがあったみたいですね。東海岸の土地をですね、これを、資本家の土地を、買い取るためにわざわざ2年、3年も伸びたんでしょうか、決死軌道の問題は。皆さん、おなががやったことは、すべてがマイナス思考の問題ばっかりなんですよ。私たち県民に、あるいは沖縄県民の山積みされた問題を何一つ解決できない、言葉だけ先行しちゃって、ビジネスな言葉によって、どれほど私たち沖縄県民が惑わされたか、そしてそれを輪にかかる、それを輪にかけたのが、沖縄のマスコミなんですよ。4年前とは何の進展もありません。逆に負の部分だけが増えただけなんですよ。おながが喚起したことは、沖縄には基地問題がある、基地も基地問題が存在することを喚起し、その基地問題もただマイナス思考プラス思考じゃなくてマイナス思考に持っていったのがおながさんじゃないですか。基地があれば攻撃されるか不安定だってね、こういうふうにしてアメリカあるいは自衛隊を沖縄から追い出そうとした、そのおなが知事の牽制。じゃあ皆さん、明日から米軍もいない、自衛隊もいない、こういう無防備な沖縄にして、あなた方反省して、そこで経済活動も市民生活も観光立県としてセーフしますか。そういうことを考えてくださいよ。もうね、言葉でああだこうだって時代は過ぎ去ったんですよ。現実的な問題を皆さんも考えてみればいいんじゃないでしょうかと、こういう時代になってきたんですよ。そうです、おなががやってきたことは、沖縄と日本を、沖縄と本土を対峙する、こういう牽制しかやってこなかったんですよ。闇にまみれて流中作ってきたり、あるいは何の心もない決死軌道ですね。30年もかかるそうですよ。何を今さら決死軌道なんですか。それはさっさとやりなさいと、県民のために、ある一定の企業のためじゃなくて、私たち沖縄県民のために決死軌道を作るんですよ。一企業の個人の利益じゃなくて、140万県民の利益のために、これが決死軌道でしょうよ。個人のために作る、一企業のために作るということが何でもかかっちゃったか、みんな時間の無駄なんですよね。こういうことをやって、毎日もみんな一緒なんです。同梱です。毎日もみんな東海岸に捕まったんです。この時間に無駄な時間を割いて、今さら毎日なんでね、毎日を作るんなら、この沖縄に山積されている貧困の問題、こういうのを解決して道筋を作ってからですね、この毎日というのを建設に毎日したらいいんじゃないですか。推進というのはみんな庶民じゃないですよ。みんなディケアばっかりですよ。推進というのはまずは県民の生活の土台、これが一番大事でしょう。土台なくしてマイナスはありません。水物ですから、マイスは。ちょっとした激動で、ね、私たち沖縄県民が500億、700億の負の負債を負うんでしょうか。まあ、建設するってことは前向きな考えですけども、でもその前向きな前に、この沖縄に内憂外患があります。内憂の問題はいろんな貧困の問題、いろんな問題が山積しております。この
救急車が通ります。道は